はい、では時間になりましたので始めます。荒川さんでモバイルアプリと API のあり方を考える2014です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これもうちょっと上げていいですか。あ、どうぞ。上がんないんじゃん。大丈夫です。ありがとうございます。よいしょ。お待たせしました。始めたいと思います。よろしくお願いします。まずはじめに自己紹介をちらっとだけさせていただきます。Twitter のアカウント @AR_ANSCOTAMA と申します。ヤプシーは今年もスタッフで参加してて、昨日ドラ叩いたりしてました。今年で3年目になります。じゃあお仕事は株式会社 DNA っていうところで、自社のプラットフォームの面倒を見るお仕事をしています。あとはオープンプラットフォームの API とかプロキシサーバーの面倒を見るお仕事もしてます。で、趣味で iOS アプリを作ったりしてました。してます。こんな感じの黄色いアプリを作ってます。で、シャープ今日のもちもちっていうタグ知ってる人？あんまり知らない。こんな感じで、あのもちもちをもちもちの素晴らしさを世界に広めるっていうあのなんです活動してるので、ご賛同いただける方はこのハッシュタグでじゃんじゃん写真付きでつぶやいちゃってください。さて、本題に入る前にちょっと質問したいなと思っていて、私サーバーサイドエンジニアですっていう人を手挙げてください。やっぱり多いですね。じゃあ私クライアントサイドエンジニアですっていう人を手挙げてください。あ、結構いらっしゃいますね。その中でもアプリ書いてますっていう人は3分の2ぐらいかな。じゃあどっちもやっちゃうよっていう人、あ、結構多くいらっしゃるんですね。あとはエンジニアじゃないけどヤプシー来て楽しんでますっていう人、お、ありがとうございます。楽しんでいかれてください。となんで伺ったかっていうと、こんな人を対象にしているよっていうのを最初にお伝えしておこうかなと思っていて、クライアントサイドエンジニアだけどサーバーサイドのことをもうちょっと知りたいなとか、その逆とか、モバイルアプリ開発あんまりやったことないけどなんかどういうのがいいのかなとか興味あるよっていう人を対象にして喋るつもりです。なんかどちらにも精通しているようなクロートの方にはちょっと物足りないかもしれないです。で、先ほどからモバイルアプリって言ってるんですけど、定義を一応はっきりさせておこうかなと。主に iOS、Android アプリのことを今日は指して喋ろうと思います。Windows Phone アプリが好きな方、ごめんなさい。で、特にあのクライアントサイド、私が結構 iOS をよく書くので、デモとしてあげるのは iOS のみにしようかなと思っております。Android エンジニアの方、ごめんなさい。では、モバイルアプリっていろいろその開発フローの特殊性というか、あるあるみたいなのってあるんじゃないかなと思っていて、あ、ここから本題です。あのレビューとかランキングとかに左右されて小さく出してコツコツ改善していくみたいなのが、特に大きな会社さんでのアプリでは大変だったよねとか、サイズ制限最近緩和されましたけど大変だよねとか、あと iOS アプリ書いてる方はあのご存知だと思うんですけど、ビュー部分ストーリーボードとか XIB とか Git 管理するとコンフリクトした時に盛大に死ぬみたいなのがマニュアルだよねとか、あとはデバイス間で同期されることが当たり前の設計になってないというユーザーさんに怒られて辛いとか、通信そのモバイルアプリなので通信ができないところでのこともちゃんと考えてあげないと辛いよねとか、いろいろあると思うんですけど、今日はその下2つあたりの話をしようと思ってます。
で、これさっきの黄色い手数リズムって踊りなんですけど、こう何かアクションをするたびに送信中くるくるみたいなの超うざいじゃないですか。自分が作ったんですけどこの頃はこう何も考えずに作って、まあ、とりあえず通信するからブロッキングするよねみたいな、まあ、やってたんですけど、まあ、これ普通に考えてうざいじゃないですか。とか、まあ、人手が足りませんでしたと。でクライアントサイドしかやったことないけどバックエンドも書かなきゃみたいになって、たどたどしく作ったらそこがボトルネックになるみたいな、つらい。あとはその小さいアプリをたくさん作る人とかはあるあるかなと思うんですけど、もう毎回アプリを作るためになんかざっくりやらなきゃいけないことって、あのプッシュを送るためのデバイストークンを取っとくとか、あとそのデバイス間同期をするためだけにサーバーサイド1個アプリ作って立てておいとくみたいなことをなんか毎回やるのつらいなって思ってる方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、そういうのを解決するためにまず理想を考えてみましょうと。理想ってシステム都合よりユーザー都合が優先されるべきだと思っていて、例えばさっき の送信中くるくるみたいなユーザーの動きをシステム的な都合でブロックするべきではないと私は考えているんですね。まあ、あとはそのユーザーの体験を最大化するためのシステムアーキテクチャを考える、その先にシステムがあってそこにユーザーをついていかせるんじゃなくて、ユーザーにどういう体験をしてもらいたいかっていうところが先にあるべきだと私は考えています。そんな理想に一歩でも近づけるかなと思ったトピックを少しずつお話ししていきたいと思います。まず1個目、 Mverse。Mverseご存知だよって方いらっしゃいますか？じゃあ実際に使ったことあるよって方、まあ、結構少ないですね。その単語としてはすごく有名だと思うんですよ。有名なんだけどこうなんか実際どうなのみたいな感じで手を出せてないっていう人が結構多いのかなと、周りを見ていて思っていて、まあ今回は代表格のパースっていうサービスがあるんですけど、それについて少し掘り下げてご紹介できたらと思っています。パースって何ぞやっていうと、Facebook が、最近買収してちょっと話題になってましたけど、モバイルアプリのバックエンド、本当にバックエンド側をまるっと面倒を見てくれるサービスっていうのが一番しっくりくる説明だなと思っていて、例えばデータストアしてくれるとか、SDK と API が提供されてるとか、プッシュ通知をくれるとか、いろいろやってるんですけど、その中でも面白いなと思ったのが、あのサードパーティープラグインが簡単に導入できるよみたいな、これすごいヘロクっぽいなって思うんですけどって後で言った。あのアップリンクスってご存知の方いらっしゃいます？もう誰も知らない。最近、Twitter に投稿するとか Facebook に投稿するとか、あと LINE で送るとかいろいろあると思うんですけど、そういう選択肢の中にあの自分のアプリに誘導するのを簡単に埋められるっていうサービスで、アップリンクス、タンブラーとかが確か入ってたかなと思うんですけど、のタンブラーで見るとか送るとか、送るじゃないな、ができるみたいなサービスを簡単に導入できるよっていうのをパースはやってくれています。その今ちょっとお話ししたみたいに、 Mverse っていうよりプラスパースみたいなイメージだなと思っていて、 その分の一部の機能はすごくヘロクっぽいなと、ヘロクご存知の方ですよねっぽいなと思いながら見ておりました。で、ヘロクが Mverse に参入かみたいな風に騒がれていたヘリオスっていうサービスがあるんですけど、ご存知の方で、直哉さんのエントリーが日本ではすごいバズったかなと思うんですけど、あの Ruby のジェムがの集まりみたいなことで、あのパースがやろうとしているサービスを自分たちのバックエンドにジェムとしてポコポコ入れて、
て自分たちでバス作っちゃえみたいな思想のものだったらしいんですけど、2013年9月ぐらいから更新が止まっていて、おやおやと思っております。では本題に戻ってくるんですが、今日は先ほど挙げた上3つの話、これをパースが肩代わりしてくれることでどういうふうに幸せになるかなってちょっと考えてみたんですけど、例えばその人手不足でバックエンド書いてくれる人がいないみたいな時に、そのアプリのアイデアはあるけど実現できないみたいなことがまあまああるかなと思うんですけど、そういう時にそのプロトタイピングであったり、もうしばらくは無料で使える、しばらくというか、スケールするまで無料で使えるので、スモールスタートとかに向いてるのかなと思ってます。でこの辺り その毎回アプリの裏側でやらなきゃいけないことを肩代わりしてくれることによって、開発者はそのアプリそのもののプロダクトそのものにフォーカスすることができて、これってパースの狙い通りなんですね。でもう一つ、これはクライアントサイドの人にとってもサーバーサイドにとってもいいことかなって思うんですけど、サクッとデータの同期が取れると。その iOS アプリを作りました、 Android も出します、これデータ同期しなきゃって言って、まあ、同期しますと。で今度じゃあ Web アプリ出しますってなった時に、じゃあまたそこ用に何か API をカスタマイズして提供するのが辛いみたいなことが、パースを使ってるとその出口をいくらでも増やすことができるので、サクッとデータ同期ができていいなと思っております。まあちょこっとだけでも用意してきたのでご覧ください。セキュララマエクスコールプロジェクト、カーソルが見えないよ。後で話するとネタバレですよ。今日は実機じゃなくてシミュレーターで、よいしょ。若干字が小さいかもしれないのでよく目を凝らしてくださいね。ね、カーソルが見えないんですよ。今どの辺にあるか見えてる方いらっしゃいます？もうちょい左。上上上上。あ、今何押した？今セットパス。あ、あった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 。よいしょ。これパースの SDK のメソッドをコーソルで叩くようにボタンを用意したんですけど。カーソルが見える、やった。まずはオブジェクトをイニシャライズしましょうと。ポチッとな。今イニシャライズされました。されました、されましたね、されました。色、なんでネットが切れました。これはひどい。これコムチームに文句言っていいですか？しました。先にお見せしてしまうと、これがパースのなんか管理画面みたいになってるんですけど、よ、気を取り直して、これログ、あ、消えた。オブジェクトをイニシャライズしますと、出てないね。で、
神々の方を見るとこのオブジェクトが一個できてるみたいな感じになって、でアプリ側で今これかな、多分これだと思うんですけど、フーキーがフーでバリューがバーっていうオブジェクトが入ってるんですけど、これをこっちかな、多分こっち、まずに書き換えてみますと、書き換えられました。更新をすると書き換わってます？よかったよかった。で、ゲットするとプーイコールバズですねっていうのが分かって、で今度これをバーにまた戻してみましょうと。で、ゲットするとちゃんとバーに戻ってますみたいなのが、数行のメソッドで、違う数行のコードでサクサクっと呼び出したり書き換えたりすることができると。で、このオブジェクトスキーマレスなので、例えば更新するときに1個からも追加して飛ばしますとかすると、そのオブジェクトが、違うそのカラムが足された状態で保存されて、こっち側はどういうふうに見えるかっていうと、このフーっていうキーじゃなくて、何がいいかな、ホゲっていうキーワードが出てきて、でバリュー、その今まで入っているオブジェクトのバリューは全部ヌルになるみたいな、そういう柔軟なスキーマレスな構成になっています。一旦でも終わり、まあ、ちょっと寄り道しようかなって、寄り道してばっかなんですけど、ドロップボックスデータソース API っていうのをご存知の方いらっしゃいますか？お、ちょっと。で、1年前ぐらいに結構ニュースで取り上げられてたんですけど、あのオフラインで、作ったりとか消したりとかしたドロップボックス内のデータをこういい感じにオンラインになったタイミングで、ドロップボックス内で同期してくれるっていう、API を、 API と SDK をドロップボックスが提供していて、これそのユースケースによってはすごく便利だなと思っていて、あの一部のデータを、ドロップボックスに同期しておいて、で吉名にあのアカウントをつなげて、なんていうんですか、同期してもらうみたいなアプリの作りにしておくと、こういうのすごく便利だなと思ってちょっとご紹介しました。先ほど挙げたのをちょっとここでおさらいするんですけど、パースを使うとこの2つ目、ユーザー体験を最大化するためのシステムアーキテクチャっていうところに、場合によっては少し近づくことができるのかなと思っていて、そのクライアントサイドの人が無理してバックエンドの方を、能動的にだったらいいんですけど、無理してやらなきゃいけないみたいな時にこういうところのお世話になるっていうのは、サービスの価値とかプロダクトの価値そのものにフォーカスすることができるっていうことでもあるので、こうすごいいい効果があるかなって思っています。じゃあ次、JSON RPC 2.0 パッチの話をします。 JSON RPC っていう RPC ご存知の方いらっしゃいますか？わりかし半分くらいかな。これ JSON で RPC するための仕様なんですけど、もうちょっと言うと JSON 形式でリモートなプロシージャーをコールするための仕様なんですけどまあ、ただ JSON 形式でメッセージやり取りするのねと、何がそんなに嬉しいんだと。で、REST との対比が一番わかりやすいかなと思うんですけど、あの REST の REST の感じを思い浮かべてもらっていいですか？それと比較して JSON RPC の仕様としては基本的にポストのみですと。で、URI 一つに対して、あの REST はその URI の後にすらユーザーみたいな感じで、ゲットでリクエストを送るとユーザーの情報が戻ってくるみたいな風な設計にすると思うんですけど、これは URI は一つで、その JSON の中にやってほしいことを書くっていう風な、仕様になってます。で、そこに JSON RPC のサイトのところからスクショを取ってきたんですけど、見えるかな、頑張ってみてください。あの ID、
あ、JSON-RPC メソッドパラーム ID みたいな感じで書いてあると思うんですけど、このメソッドっていうのがあの REST の、URI っていうかベースの以降ユーザーとかに対応するもので、例えばユーザー .get とかユーザー .create とかみたいなメソッド名をつけて、でパラメータに渡したいパラメータを JSON 形式というか入れ子にして書くみたいな感じの仕様です。なんと思ってからな。でも今回は JSON-RPC 2.0 そのものの話をするのではなく、 2.0 で新しく追加されたノーティフィケーションとバッジ、のうちのバッジの話をしようと思うんですけど、普通のリクエストってこうクライアントがいます、サーバーがいます、リクエスト投げます、返ってきます、リクエスト投げます、返ってきますみたいな、1対1通信とリクエストが1対1の、構成になるかなと思うんですけど、好きなだけ投げてって投げるタイミングがシーケンシャルという意味ではなく、一定行為が1対1っていう意味で捉えてください。バッジだと何が変わるのかっていうと、先ほどのと比べてまとめてリクエストして、その結果をまとめて受け取ることができると。通信とリクエストは1対 N ですと。で、このまとめられるっていうことが、まあ、もちろん通信コストが下がるみたいなのもあるんですけど、何が嬉しいのかなっていうのをお話ししていくと、一度にたくさんのリクエストを送りたいタイミングってあると思うんですよ。例えば、ユーザー、そのアプリのプロダクト改善のためにユーザーがどのポイントでつまずいてるかとか、ユーザーがどの機能をたくさん使ってくれるかとか、そういうのってログを仕込んで、サーバー側で集計して、まあ、Hadoop なんかで見るみたいなのがHadoopなんかに送ってみるのが一般的かなって思うんですけど、そういう時にそのサーバー側で、何か重たい処理をさせることなく、まあ、とりあえずたくさん送りつけたいですとっていう時に、その行動をすっきりさせたまま、たくさんリクエストを送ることができるかなと。で、もう一つは複数の処理を、行動的な話です、組み立てやすいのかなっていうふうに思っていて、その A という処理と B という処理と C という処理がありましたと。で、A、B、C 順番にやりたいタイミングっていう時は、順番っていうとおかしいですね、 ABC っていう処理をやりたいですっていうタイミングと A と C の処理をやりたいですっていうタイミングに、クライアントサイドのコードをなんとなくでいいから思い浮かべてみてほしいんですけど、すいません、普通にバッジで送らないっていうと、まず A の処理をします、でコールバックが返ってきたら B の処理をします、で C の処理をしますっていう、その一つのコードブロックが出来上がると思うんですね。でバッジの場合はそれが、A というリクエストと B というリクエストと C というリクエストを登録します。でその後バッジで一発でパーンって送っちゃいますという感じのコードの書き方になると思っていて、で例えば B っていう処理を挟まないっていう時も、A と C のリクエストを登録してバーンって投げますっていうだけで書けるので、コードの再利用性がすごく高まるなと、柔軟にコードが書けるんじゃないかと私は思っています。これってサーバーサイドでも結構嬉しいことがあって、どんなことかなっていうと、例えばそのクライアント都合でサーバーサイドの処理を書き換えることって、まあ、割とよくあるじゃないですか。ここではこの処理させたくないから別の URI 切ってほしいなみたいな。で、そういう時にその A と B をするエンドポイントと A と B と C をするエンドポイントみたいに、どんどんエンドポイントが増えていって辛いなみたいなのがなくなる。 A という処理と B という処理と C という処理をしてくださいってクライアントから来るので、サーバーサイドはポイって受け取ってその分の処理をしてレスポンスを返すっていうことができるようになります。これってユーザーにもメリットがあると思っていて、その複数のリクエストレスポンスをまとめて通信することができるっていうのは、
通信コストが下がるんですね。で、通信コストが下がるっていうことだけではなく、体感時間も減るんじゃないかと思っていて、もちろんバックエンド側で重たい、すっごい重たい処理が走るようなリクエストをその複数の中に混ぜて投げてしまうとブロッキングされちゃうので、それが、裏目に出るようなケースっていうのももちろんあると思うんですけど、もう使いどころさえ間違えなければすごくユーザーにとってもこのアプリサクサク動くなみたいな感想を持ってもらえるんじゃないかと思ってます。まあ、肝心なこの仕様の各言語の実装状況なんですけど、 JSONRPC2.0 っていう仕様自体は割と普及してると思っていて、でそれに付随するクライアントサーバーの標準人装みたいなのも結構多いんですけど、バッチに対応してるものが割と少なくてで、iOS の例になるんですけど、通信ライブラリは AF ネットワーキングっていうライブラリを使うのが最近はすごく主流にはなってるんですけど、その AF ネットワーキングの上に乗っかってる AFJSONRPC クライアントという、ライブラリは JSONRPC2.0 バッジに対応してないんですね。このウィキペディア、後でスライド公開するんですけど、に各言語の実装状況みたいなのがまとまっていて、どのぐらい信用性があるか怪しいですけど、よかったらご覧になってください。ちょっと寄り道しますね。またこのアプリ知ってる人、意外と多い。ありがとうございます。弊社のチラシルっていうアプリなんですけど、これ主婦だけじゃなくて一人暮らしの人とかも超役立つんで、ぜひ入れてください。何ができるかって、関東圏限定なんですけど、スーパーのチラシ情報を人力でまとめてます。人力でまとめて公開してます大事なことなので、特売情報のチェック、その何時からこのタイムセールが始まりますみたいなとか、お値段の比較とかができちゃうすごいアプリなんですね。私も使ってますっていう突然の宣伝だったんですけど、なんでいきなり宣伝したかっていうと、これ JSONRPC2.0 バッジでほぼ全ての通信がやり取りされていると。でその通信のやり取りに AFJSONRPC クライアントは対応していないので、 CRSJSONRPC クライアントというのを、弊社のチラシの担当の新田亮さんが作ってくれました。どういうインターフェースかっていうとこんな感じで、リクエストそのものと対応するリクエストと、 JSONRPC って全部のリクエストに ID が振られていて、でバッジも対応する ID が返ってくるので、クライアントサイドでどのリクエストに対するレスポンスなのかを見失わないんですけど、それの裁判とか管理とかをしてくれるライブラリです。で、iOS7 から導入された NSURL セッションベースで作られてるんですけど、iOS6 向けに NSURL コネクションベースのやつも作ってもらったということなので、どっちにも対応させたいときも使えるかなと思います。置くとこがない。これ今まだ社内限定で公開されてるんですけど、もう間もなく github.com で公開してくれるようにお願いしておいたんで、しばらくお待ちください。公開前で終わるんですけど、それを使ったデモをちょこっとやりたいと思います。これね、また見ないでね。いけるかな。違う、これだ。よいしょ。あ、またカーソルがいなくなった。つらい。あった。なんとなくコードの感じが分かればでいいので、チラチラと見てやってください。今すごいことに気づいちゃって、ここにちっちゃいモニター出てるんですよ。あれと同じやつ。カーソル見えました。早く教えてほしかったな。
から順番にやっていきますね。これ、後ろの実装というかメソッドに対応するボタンを紐付けてあるんですけど、一つだけリクエストを送りますと、で、レスポンスを返ってきましたと。レスポンス本当に返ってきた？あ、いただ何秒で返ってきます？ 0.03。 あ、なんか良くない気がする。はい、1秒かかりましたね。これは困った時の再ビルド。ちゃんと1秒で返ってきますね。あのこれ、ローカルホストにフラッグでサーバー立てて、てそこと通信してるんですけど、あ、やっとここでパールの話題が出てきました。後でサーバーサイトのコードもちらっとお見せします。で、バックエンド側で1秒待ってレスポンスを返すみたいな割とシンプルなコードを書いていて、で、まあ1回1回送ります、1秒待ちます。で、これをその1リクエスト1コネクションだけにすると5回送りますっていう時に、ちょっと最初おかしいですけど5秒待たされますと。心の目で見てください。5秒待たされるんです。おかしいですね。まあ順番に処理されてるのはなんとなくわかると思うんですけど、それに対応するコードはこれで、リクエスト送ります、コールバックで次のリクエスト送りますみたいな、ずいぶん凶悪なコールバック地獄というかネスト地獄というか辛いですね。それに対しまして、バッチの方がこんな感じで今ここぐらい送ったんですけど、じゃあ送ってみますと、ほぼ1秒で返ってきた、すごいみたいな、あ、このすごさ伝わりました。今もう一回やりますよ。その順番にリクエストするときは順番にやられて5秒ぐらいユーザーのこと待たせちゃうんですよ。嫌じゃないですか。まとめて送りますよ。ほら早い、すごいすごい。で、これちょっとネタバラシをすると、あのバックエンドに立ってるサーバー一つだけじゃなくて2つ立ってるんですね。で、中継する子、 JSON-RPC を解釈して中継する子が1人いて、で後ろにもう1人、今度は本当に1秒待つ子がいると。で、その中継して投げる子で、非同期的にここぐらいプロセス立ち上がってるんですけど、送るので並列で処理してくれて早いっていう、こうバッチリクエストが関係ないところでのティップスをお伝えしました。今何のコード出てんのこれ。これが中継してるとこのコードですね。マキさんの JSON-RPC リクエスト、あ、違う、JSON-RPC ディスパッチっていうモジュールがあるんですけど、それをお借りしてきて、あのエニーイベントベースで書き換えたっていうもので、これ何？これが本当に後ろで待ってるバックエンドのアップ PSGI、 ここでスリープしてるだけみたいな感じになってます。もうちょっとコードを詳しく見たいよっていう方は後ほどお声掛けください。デモが終わりました。もうここでもう一度おさらいしてみましょうと。これを使うと送信中くるくるだいぶ速くなりますよね。のユーザーの動きをシステムでブロックするべきではないっていう、ことを叶えるために、こうやってバッチリクエストっていう手法を織り交ぜていくことで、リクエストとレスポンスを少しでも高速化しましょうということができると思っています。最後ちょっとまとめなんですけど、このバッチを使ってリクエストとレスポンスをまとめて送ることで、ちょっとでもユーザーに待たせない設計にしましょうとか、
とは場合によってはバースみたいな N バースを使うことで、サービスプロダクトそのものにフォーカスできる環境を作っていきましょうというところですね。こうしてユーザーのための理想っていうものに近づく環境はどんどん整いつつあるんじゃないかなと思っていて、サーバーサイドエンジニアだよっていう方もクライアントサイドエンジニアだよっていう方もどんどん何でしょう、お互いのことを知ってってユーザーの理想に近づければいいんじゃないかって思ってます。で、最後に今日できなかったなっていう話をチラチラとまとめたんですけど、そのいいことばっかりしか言ってなかったんで、悪いとこというか懸念点も当然あるよねと思っていて、例えば M バース導入しましたと、これパースっていうサービスに完全に依存したプロダクトになるんですね。で、例えばパースが死にました、もう何を送っても503しか返ってきませんみたいになった時に、そのアプリのあり方として完全にそのアプリも引きずられてもう何もできませんみたいになってしまいかねないので、そういうリスクはありますよねとか、じゃあ移行しようってなった時にも引っ越しどうするのとか、あとバッチさっきちらっとお話をしましたけど使うべきじゃないケースもあるよねとか、そんな話をまたどこかでできたらいいなって思ってます。以上になります。ありがとうございました。はい、新田さんありがとうございました。何か質問のある方がいていただいていいですか。じゃあ質問の方、そうですね、JSON-RPC でバッチをやった場合っていうのはサーバーサイド、インバースがちょっとよく分かってなくて質問してるんですけど、サーバーサイドは、単品のリクエストでも、きちんと処理が終わるようになって、かつバッチも受け付けるようになってるとすれば、バッチで受け付けた時のサーバーサイドのプロセスとかってどういうふうになってるんですかね。まとまってるのか、なんか別で走ってるのか。まとまってるのか別で走ってるのかっていうのは、複数リクエストをまとめて受け付けられるような状態になっているかってことですか。いや違います。バッチのリクエストをした時のサーバー側の処理っていうのは、なんかそれ用に書く必要があるんですかね、それともそれを意識しなくてもできるようになっているんですか。パールの例でいくと、すでに JSON-RPC、JSON-RPC ディスパッチというモジュールがあるので、それを使っていただくと、不完全ではあるものの、バッチの、バッチってリクエストレスポンスがどう変わるかっていうと、パラムズじゃない、中身がただアレになるだけなんですよ、JSON の中身は。オブジェクトで書かれてたと思うんですけど、なんでそれを、解釈して、律儀というか普通にやるなら法文で回して一個ずつリクエスト解釈していくという感じになると思いますが、それを並列化して早くやろうと思ったら、さっきみたいな感じで2つタブを立てておいて解釈して投げる方とか、例えばあんまりいいケースじゃないかもしれないですけど、自分でフォークしてそのプロセスに投げるとか、そういうやり方があるんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。その他、質問ある方。先ほど JSON-RPC で、なんか今回でよく分からなかったんですけど、なんか後ろに X コードが映ってたと思うんですけど、はい、それでなんかすごい地獄みたいなネストの深さがあったと思うんですけど、あれはどういうコードだったんでしょうか。あれは、JSON-RPC クライアントに対して、リクエストに対するレスポンスをコールバックで受け取るみたいなインターフェースにしてたんですね、はい、あえて。で、そのコールバックの中でもう一つリクエストを呼びます、でそのコールバックの中でもう一つリクエストを呼びますっていう羅列です。要は、並列でリクエスト投げない時のデータがあるの。そうです、そうです。ですです。はい、もっといいやり方はあると思うんですけど、はい、あえて。最悪っぽい風に。最悪っぽい風に。はい、そうです、そうです。ありがとうございました。はい。はい、じゃあ時間ないので、あと一つご質問という方。はい。ありがとうございます。さっき紹介があったチラシルっていうアプリが、はい、JSON-RPC
だけで、通信しているっていう。そうですね、あの単発のリクエストもバッチ形式として送っていると聞いています。で、リモートはね、いわゆるリストとかあのサーバーっていうのはないですね。レストのサーバーはないけども。あ、そうです、そうです。となると今後その何ですかね、あの御社でこうアプリを開発するときにレストにするのか JSON RPC にするのかってどういう基準で決めるのか。あと基本的にあのアプリを作る、何です人たちってあの割と少人数でやられていて、でそのチームごとに例えば使う技術、それこそ言語であったりとかフレームワークであったりとかの選定みたいなのは ある程度任せられていると聞いています。なのでちょっとサービス名すぐ出てこないんですけど、実際にパースを使って動いているプロダクトでしたりとか、 Google 製のというか Google アップエンジンベースのパースが、パースじゃないや M バースがあるんですけど、それを使って動いているアプリとかもあると聞いています。なるほど。じゃあ、こっちが好きだからあのこっちの技術あのスキルがあるからこちらみたいな感じで気になりますね。その方が、エンジニア的にも幸せだしユーザー的にも幸せなんじゃないかって言って導入されたというふうに伺ってます。あのチラシの場合は。はい、はい、では以上になります。新川さん、ありがとうございました。